皆様こんにちは。日本共産党の山崎雅子です。神奈川18区宮前区高津区の神奈川18区から立候補を予定しております。私は35年間看護師として働いてまいりました。そして3人の子どもの母として産んで育ててまいりました。今2人の孫がおります。子どもたちが大事にされる国、そして私たちが安心して働き続け、安心して暮らし、安心して老後が迎えられる、そういう日本に変えていきたいと立候補を決意いたしました。今政党の値打ちが問われております。日本共産党は日本の全党を開く綱領を持っている政党です。政党がくっついたり離れたりしていますが、共通しているのは根を持たない浮き草のような存在です。日本共産党は草の根で国民と結びつき活動している政党です。財政も企業献金や団体献金一切受け取らず、そしてあの政党助成金、国会議員一人当たり4600万円もらっている、この政党助成金も17年間1円たりとも受け取っておりません。自前で賄っている政党です。21世紀の未来を安心して託していただける、そういう日本共産党、どうぞよろしくお願いいたします。国会議員に女性が足りない、もっと女性が国政に参加することが政治を良くすることだと思っております。私の今までの仕事の経験、子育ての経験、そういうことを生かした国民のための政治、これを実現したいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。